こんにちは、兄です。今日は動物戦隊ジュオージャーミニプラ獣王キングを見ていきたいと思います。はい、ミニプラの獣王キングなんですけども、お値段は1箱350円に消費税、そして食玩なので取り扱いはスーパー、コンビニ、家電量販店、こんなところでね、取り扱っております。で、ラインナップは5種類で、こちらのね、1番キューブイーグル A、 そして2番のキューブイーグル B、 3番キューブシャーク、4番キューブライオン、5番キューブキリンとなっております。アソートはですね、1箱で12個入っていて、A がね3個、そしてイーグル B が2個、シャーク2個、ライオン2個、キリンが3個となっております。パッケージはこのような感じで、ミニプラのね、獣王キングの写真が載っております。3体の獣王キューブ、動物合体ということでね、組み立てていって、それぞれのねキューブを合体させていくと獣王キングになるという、そんな感じな仕組みになっております。で、シールは銀ピカで、接着剤工具不要。要はね、手でパチパチ切れて接着剤で止めなくてもどんどん止まっていくっていうね、そういったタイプのプラモデルになっております。で、背面はねこんな感じになっていて、かっこいいですね。獣王キングの写真で、全高は約 140mm、 14cm。 もうね、このポーズがね、めっちゃやばいですよね。デラックスのこけしみたいな感じな状態とはもう一味違うタイプの獣王キングが見れるということで、大きいお友達はねもうかなりこれに期待してると思います。で、今回はね、まだデラックス版では販売されてない5番のキューブキリンが販売っていうかね、ラインナップされていて、バズーカに変形してこういう形でね持つことができるようです。あと第2弾の予告がここに書いてあって、2016年4月発売予定。このシルエットでいくと、エレファントとタイガーが、第2弾でねラインナップされているような感じになっております。そして、ここにね、もう一度ラインナップが書いてあるんですけども、1番のキューブイーグル A、 キューブイーグル A はですね、体の部分っていうか、もうコアになる部分ですね。で、キューブイーグル B が手の部分と、あとキングビッグソード、あとキングソードですね、ここら辺が入っているような形です。だからキューブイーグルを楽しみたい人は AB 両方ないとちょっとダメな感じです。だから A だけでいくと、開くと翼のないイーグルが出来上がって、で、B がない状態で1、3、4みたいな感じでね、購入して合体させると腕がない獣王キングが出来上がっちゃうので、イーグルを作るにはこのね2つを買わなきゃいけないという、こんな感じになっていて、そして3番がキューブシャーク、4番がキューブライオン、5番がキューブキリンと、このような形になっております。じゃあ1番のキューブイーグル A 開けていきましょう。はい、中身はこのような感じでカラフルになっております。さらに開けると、よいしょ、紙がねまず入っているんですけど、この紙はあれです、獣王キングにね変形合体する説明書になっております。このような感じで、どうやって変形して合体させていくかっていうことが書いてあって、外ちょっとうるさいね、ごめんなさい。で、ランナーはこんな感じです。赤いランナーがこんな感じで、白いランナー、そして、黒いランナー、黄色いランナー、ね、4色入ってる、もうすっごいゴージャスですよね。で、あとシールがね今回少ない。これはめちゃくちゃ嬉しい。これだけで終わっちゃうっていうのはね、本当にシール貼るのがすごい嫌な僕としては助かります。で、ラムネが1個。では組み立てていきましょう。はい、できました。キューブイーグル A ね、こんな感じになっております。これではね、不完全な状態で、イーグルにはならないんですけども、広げると、このような感じに広がって、あとね、顔の部分出して、だからちょっと羽がないんですよ。こういう感じにしかならないので、だから A だけではね、ちょっと面白みがないっていうか、なんとも中途半端な感じでございます。だからこういった感じはね、キューブな状態にしかできないんですけども、裏返しにしても1とも出ず、なんとも不完全燃焼な感じでございます。そしてね、これはやっぱり A だけではダメなので、B も開けていきましょう。B を開けると、はい、中身はねこんな感じで、A の時と似たような感じですね。赤いランナーと、あとグレーと黒のランナー、そしてシールがねちょこちょこっと入っていて、今回のシールは顔とかねそういった部分が入っております。じゃあこれもねちょっと早速組み立てちゃいましょう。はい、できました。 B はですね、イーグルの状態だと羽、ロボットの状態だと手になる部分ですね、こちらと、あとビッグキングソード、これ
と、あとキングソードですね。これ頭にここに刺さるやつです。で、これを回すと、よいしょ、顔がくるりと、はい、こんな感じでね、わかりますかね、顔が入っていると。ここら辺の作りはね、デラックスと全く一緒になっております。ただあのビッグと言いながらも、長さはすごく短いです。あのね、デラックスみたいにずっと下まで貫通するっていう必要性がないので、まあ、短くなっていて、まあ、貫通しちゃったらね、足とか動かなくなっちゃうんで、この長さになっているって感じですね。で、さっきの A、 これと、まあ、これを組み合わせていくんですけども、くっつけて、よいしょ、はい、ここもくっつけて、よいしょ。で、まあこれはいいかな、これはまあ突き刺すあれなんですけど、ちょっと置いといて、でこの状態で、まあ、ロボのね、体の部分みたいになっていて、こうさらに倒していくと、よいしょ、はい、1番となって、キューブイーグルのね、キューブモードになります。でイーグルにしていくには、まあもう本当に簡単ですよね。これを開いて、でよいしょ、ここのね顔を出して、で翼を広げると。で今回のここのね翼はデラックス版と違って、ここがボールジョイントになっていて、こういうふうにねパタパタと動かすことができます。これはまあイーグルの状態で動かすかって言われると何とも言えないんですけど、少しこう反らせたりするとね、ちょっとかっこいいかなと、そんな感じになっております。でなんでボールジョイントになってるかっていうと、腕になった時ね、こう回す時に回す時っていうかね、肘を曲げた時にここも一緒に曲がんないとね、ちゃんと稼働しないので、こういう作りになってるみたいです。はい、どうでしょう、うん、キューブイーグルの説明はこんなもんかな。じゃあ次、キューブシャークいきましょう。次のキューブシャーク開けていきます。中身のランナーはこのような感じで、青と白、そしてシールは今回も少なめで、こんな感じですね。2っていう部分と、サメの目の部分、あとあれですね、ロボットモードの時のサメの目の部分かな、そんな感じになっております。あとね、ラムネです。じゃあ組み立てます。はい、組み立てました。2番のキューブシャークなんですけども、このような感じになっております。でこれがね、余剰っていうか、まあここにねこうくっつけられるんですけども、でもこうしちゃうと四角にならないと。でね、これはねキューブイーグルの方にくっつくような形になっていて、キューブイーグルのここですね、ここの部分にね、こうバチッと入るんですよ。でよいしょって入れると、そうすると、まあ、キューブイーグルはこれがついても、はい、キューブ状態としてもそんなに違和感ないというか、きちんとね四角の中に収まっているので、はい、こんな感じですね。だからまあ何ら問題ないんですけども、まあここにこうくっつけておくのが一番いいのかなみたいな、そんな感じです。はい、では、こちらね、キューブモードからアニマルモードに変形していきましょう。アニマルモードに変形するのはね、ちょっとねこれはデラックスとは違って、よいしょ、ここね広げていきます。もう広げていくと、今ちょっと外れちゃったんですけど、このね中に尻尾のパーツがね格納されているんですよ。これをまあ外して、でよいしょ、これはこれでね尻尾として作っちゃうと。あとはまあ、いわゆるデラックスと同じような感じで顔を引き出して、よいしょ、はい、で前に出して、こんな感じですね。はい、であと尻尾をここに刺していくんですけど、ここによいしょジョイントが格納されているので、このジョイントを引っ張り出します。よいしょ、これつける前でしたね、つける前に引っ張り出して、はい、ジョイントを出してからこれくっつけになったね。よいしょ、で、はい、これで、ここねジョイントが出てきて、このお尻のここにねくっつけると。はい、そして背びれの部分を引き出して、はい、キューブシャーク出来上がりです。うん、デラックスとね全く同じってわけにはいかないんだけども、まあ、でもねなかなかいい感じで、そんなにすごいいろんな部分差し替えるってわけじゃないので、まあいいんじゃないかなと思います。よいしょ、しまうときは、まあ、ここね、ここですね、よいしょ、ここの部分にこれが入ってるような感じなので、尻尾また割ってジョイント格納して、でここにポチッとそれぞれ収めて、で閉じていくと。はい、これでねキューブに戻りました。次はキューブライオン開けていきます。キューブライオンの中身はこんな感じで、ランナーは黄色が2つと黒が1つ、白が1つとなっております。そしてシールが、はい、このような感じで、やっぱりね少なめですよね。本当に今回ねシールが少なくて嬉しいです。
それでは組み立てていきます。はい、できました。いかがでしょうか。今回はね、この3の部分は丸々ねシールっていう感じで、ちょっとねこれが安っぽくは見えなくもないんですけども、まあでもこれしょうがないかなって感じですかね。で一周見ていくとこのような感じで、かなりしっかりできておりますね。で変形はデラックスと全く一緒で顔を起こします。はい、顔を起こして、このね顔もね結構いいですよね。このね目のシールが結構めんどくさかったかな。そしてここ開いて、はい、できました。アニマルモードのねライオンでございます。もうこれはデラックスとほぼ一緒と言ってもいいぐらいな形ですよね。で余剰のパーツがこちらなんですけども、私ですねやってしまいました。1個ね折っちゃいました。これね普通に作ってれば折らないんですけども、そうレビューを作るためにねちょっと外そうとして無理して取ったらね折っちゃったんですけど、ちょっとねここの部分説明していきましょう。これはね何の余剰かっていうと、これです。キューブシャークにくっつけるものなんですけども、キューブシャークはねここの部分がね穴が開いてるんですよ。でデラックス版を見てもらうと分かるんですけど、本来はこのような感じなんですね。でこれはキューブライオンの方にこのパーツが入っているので、まあねこれをくっつけてちゃんとした形にするっていうところで、まあこういうふうにねくっつけていくと、これでまあいわゆる完成形にねなるっていうものなんですけども、これねちょっと僕さっきねくっついてるのをこの説明のために外さなきゃと思って一生懸命ね外したら折れちゃったっていうねちょっと残念な感じなんですけど、でもちょっとね今つけちゃいますね。ちょっと折れてる部分は目をつぶってください。はい、どうでしょう。こんな感じでねキューブライオンの余剰の部分を使ってまあ作るとキューブシャークデラックス版とほぼ同じねこういう形になりますと。最後5番のキューブキリンです。ランナーは2つでオレンジ色のランナーとグレーのランナーね、この2つになっております。ボリューム的には今回の中では一番少ないかなっていうところでしょうか。そしてシールがこちらになりますね。今までのシールがこれぐらいの幅だったのに対して今回はちょっとシール多めになっています。はい、じゃあ組み立てます。はい、組み立てました。今回は数字じゃなくてびっくりマークになっております。あとこれねキングソードなんですけども、前のねこれビッグキングソードにここに突き刺さってたやつね、これはねこんなに短いんですよ。でこれをね持たせるとまあデラックスみたいな感じだね、ちょっと小刀みたいな感じにはなるんですけども、やっぱりねあんまかっこよくはないんですよね。だからまあこのデカサイズなねこれを持たせるとすごいポーズが決まるのでいいと思います。でキリンの方ですね。キリンの方はキューブのサイズがねちょっとちっちゃいんですよ。3番ねライオンと比べるとこんな感じで一回りねちっちゃいですね。はい、で一周回していくとこのような感じで、これのね展開の仕方もちょっとね今までのキューブとは違って横にこういう風に開いていって、そしてこう伸ばしていきます。入りきらなくなっちゃいましたね。ちょっとカメラ移動します。はい、このような感じで伸びて、さらにここから伸ばしていきます。よいしょ、回していってね。はい、でお顔が出てきて、これでまあキリンみたいなこんな感じですね。はい、いかがでしょうか。なかなか面白いですね。足がねあれです、この黒でこうなんとなくねごまかして足にしてるみたいな、そんなタイプですね。デラックス版もこんな形なんでしょうかね。でこれがバズーカーになるんですけども、これねすごい至って簡単で、よいしょ、キュッとねこう伸ばして、そしてここにジョイントが収納されているのでそれを出して、これで、はい、バズーカみたいな感じですね。次はお待ちかね、動物合体ジュオーキングやっていきたいと思います。本来はですね、この説明書に載っている、まあ、変形合体の仕方をね、やっていくのが、まあ、筋なんですけども、ちょっとね、個人的な趣味で、デラックスと同じようなやり方のね、合体をさせてください。で、キューブをね、3、2、1とこう、並べていって、まあ、デラックスとね、同じように積み重ねていきます。ここにジョイントがあるので、刺して、同じようにね1番のここの部分のね穴に刺して、はい、123とねこう並べることができました。並べるっていうか積み重ねるですね。でじゃあデラックスもね出してやっていきましょう。デラックスの3を置いて、そして、よいしょ2を置いて、
そして次1ですね。一応ちょっと待ってくださいよ。一応はい、くっつけるとどうですか。このまずキューブを重ねた状態、すごいミニプラ版もいいですよね。本当にそのままちっちゃくなったみたいな感じで。そして、合体ね、シークエンスとしては次はこう回転させて、はい、いかがでしょう。この感じいいですね。本当にね、大人と子供みたいな感じな、この感じ大好きですよ。で、頭にねビッグキングソードを刺します。この段階でミニプラの残念なところはオートでね手が出てこないというところです。で、それではねこっちがデラックスいきますよ。ちょっと手がビュッと出てくるかね、避けましょう。はい、このような感じでデラックスはね手がバキッと出てきます。で、同じようにじゃあキューブじゃないや、あのミニプラ版もね出していくと、こうパタンと開いていって、でここのね拳の部分もちょっと手で出してあげます。はい、うん、いいね。そして胸の部分ね、これよいしょ、出してあげて、同じように出してあげて、そしてはい、顔を出してキングソードを持たせて、こっち側のミニプラも回して顔を出して抜くと、抜いて手に持たせて、はい、どうでしょう。この感じなかなかいいよね。あのミニプラ版も本当にデラックス版と同じようなこのカッキンカッキンなね格好が作れるんですよ。いやー、どうですかこれ。後ろから見た姿ももうほぼ一緒、うん、間違いないねこれいいですね。で、ね、デラックス版は、まあ、ここでねおしまいっていうか、まあ、この形で遊ぶっていうのがまあいいんですけども、もう本当に変形がねすごい簡単っていうのがまあ売りですよね。でミニプラはここからが本番です。このもっさい感じなね、箱型の状態も作れるんですけども、こっからですね素晴らしい稼働を見せてくれます。そうですね、まずね足をねこれを取って、よいしょ、でこの中にねこんな感じでボールジョイントがねしまわれているので、これを出します。でここね、ここに穴が開いているので、ここにねくっつけていきます。でこれね足が割れるんですけど、ここにストッパーがあります。でバチッと外すと割れちゃうんで、ここねこういう風にずらしてこの状態にするとねこう割れるので外れます。で、こっち側のね足の部分、ここに穴が開いているので、まあ、さっき刺さってたところなんですけど、ここにねこう刺していけば、よいしょ、足首のね可動がバッチリな状態の、ほら足がまず割れるんですよ。であとねここのねこの胸の部分、胸じゃないな、腰の部分ね、これを上にちょっと上げて、このお顔をねサメのお顔を外してあげます。でこの上の部分のポッチをここに差し込んであげます。はい、これで、一応完成なんですけども、うん、まず足が割れた段階ですごい急にね生き生きとしてきますよね。まず首からいきましょうか。首はねこれぐらいな感じで曲がります。でここに突起があるので、この突起がね今後何かに使われるのかな分かんないんだけども、当たっちゃってこれ以上は曲がんないんですよ。だけどちょっと浮かせてあげて、それで回していく分にはね好きな角度で止められるので、まあそんなに気にはならないですね。で手の部分は一周ぐるっと回って、そしてここのね肘の部分が曲がります。でここのイーグルの羽の部分も一緒にこうボールジョイントになっていて、肘が曲がって、特にね干渉とかはそんなにしないです。で手首はね回りはしないんですけども、外側にこう向かせることはできる。あと内側にもこうね入るので、ちょっとこうねなんていうのかな、手を内側に曲げたこう力強い感じのポーズとかも取れますね。で手のねここの部分がまあ変形のね、まあ、都合でこう動くので、外側にこう外しちゃってねこう持っていくと、こういうなんかこう手を開き気味な感じなポーズとかも取れるので、まあ、うまくここの可動をね使ってあげると面白いポーズ取れるかもしれないですね。あと腰の部分がここで回転して動きます。でこのねシャークのね顔の部分が、これが前だれみたいになるので、これがねこう動くことによって
ここの股関節の部分がね結構前まで出せるようになります。こんぐらいまで上がるかな。うん。で、外側にこんぐらい動きますね。はい。で膝がちょっとこれ外れちゃうんだよねすぐに。膝がニュッとこんな感じで曲がって、それで足首がボールジョイントで結構ねフレキシブルに動きます。はい、こんな感じな可動なのでどうしよう。こうねちょっとポーズをうまくねこう取ってあげれば、普通のねそのデラックスロボでは絶対できないようなかっこいいポーズとかも取れるんですけども、ちょっとねジョイントの部分からポロポロ取れたりするので、そこら辺はね注意しながら、まあ、あと僕はねちょっと扱いがあんまりこういうの上手くないっていうのもあるんですけど、はい、こんな感じになります。いかがでしょう。そしてキングソードのデカバージョン、これも持たせて、はい、やっぱりね剣がでかいとかっこいいですよね。こういう感じになっております。これ胸出てない、よいしょ、うん、デラックス版との差は何なんだろうっていうぐらいね、統一の立場なくなっちゃうぐらい、食玩のねこのミニプラの方はかっこいいポーズが取れます。うん、最高ですね。はい、動物戦隊ジオージャーのミニプラジオキングを遊んでいったんですけども、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃかっこいいです。僕の話を聞いてる場合ではないです。気になった方はすぐにスーパーに行って購入してください。絶対満足できます。で、今デラックスジオキングとね一緒に並べているんですけども、これはねこれでいいんですよ。この超絶簡単なねあの変形合体を売りにしている、まあ、あのデラックス版なんですけども、まあプロポーションはねあのひどいもんですよ。ひどいもんなんですけども、僕はこれでねいいと思っているんですね。でただ大きなお友達の中にはこれねえだろうと、めちゃくちゃかっこ悪いじゃねえかと、なんだよ獣王キングみたいなね感じになってる人いると思うんですよね。でそういった方たちの不満点っていうのを全て解消したのがこのミニプラの獣王キングですね。本当にねこいつはね完璧です。でね作った人のねその制作者の人の執念すら感じるっていうか、もう一切妥協しなかったなっていうね、コストギリギリのところまでできることをやりきったっていうのを本当にねすごい感じて、もうねありがとうございますって感じですね。でね、どういったところが今回すごいかっていうと、まずねシールが少なくて、その成型色だけでもうかなりね再現できているっていう、そこが素晴らしいです。でその部分ではねかなり工夫していると思うんですけども、まずね白の部分ね、これをね成型色で入れ込んだっていうのがすごいポイント高いです。ここがねシールだとやっぱり一気にねおもちゃっぽくなっちゃうんですけど、この体幹の真ん中の部分は全てちゃんとね白い成型のプラのパーツで作っているっていう、ここがね本当にねすごいこの、まあ、ジュオキングをねかっこよくしてると思うんですよね。であとねその成型色のバランスを崩さないために箱をね分けた箱を分けたっていうか、そのシャークのパーツをライオンの方にも振り分けたっていうね、ここが本当にすごいと思います。ここの膝小僧のこの部分なんですけど、これがまあ従来ならば獣王シャークじゃないや、キューブシャークの方に入れているはずなんですよ。でもそうすると黄色いシールになっちゃうんですよね。でそうなっちゃったらこれ台無しなんですよ。素晴らしいと思います。うん、本当にねもうこれはねびっくりするぐらいよくできているので、もうぜひぜひね皆さん触っていただければと思います。残念なところをあえてあげるとすればアソートでしょうか。1箱にキューブイーグル A が3個入っているのに、キューブイーグル B は2個しか入っていない。これではねキューブイーグル A が1個余ってしまうんですよ。非常にバランス悪いですよね。キリンを3個にするんだったらキューブイーグル B を3個にして、まあねきっちり3個3個にしとけばよかったんじゃないかなみたいな、そんな気がしております。はい、ミニプラのジオキング本当にね素晴らしい出来なので、ぜひぜひね皆さん手に取って遊んでいただければと思います。この後ねミニプラのシリーズどんどん発売されると思うので、また購入していろいろ遊んでねデビューの方を作っていきたいと思いますので、またね時間のある方はお付き合いいただけたらと思います。それでは次の動画でしましょう。バイバイ。男なら誰かの